シアタージーロッソは東京都文京区の東京ドームシティアトラクションズ内にある屋内劇場である。東京ドームシティアトラクションズのスーパー戦隊シリーズヒーローショー純粋用劇場である。長年ヒーローショーが開催されていたのは屋外ステージの野外ステージ野外劇場とスカイシアターだったが屋外開催を廃止して屋内での公演に切り替えることとなり、 新たな劇場として2009年4月にジオポリス内にオープンした。これにより、舞天での開催中止がなくなり、天候に関係なくヒーローショーを楽しめるようになった。客席後方右手に3台分の車椅子スペースがあり、車椅子で来場の観客にも対応可能。2009年4月25日のサムライ戦隊新剣者賞のコケラ落とし公演で会場。 以降は主にスーパー戦隊シリーズのヒーローショーを中心に上演しているが、忍ぶたまらん太郎や稲妻イレブンのキャラクターショー、AKB48 の公演などヒーローショー以外にも演劇やイベントの会場として使用されることが多い。舞台は野外劇場、スカイシアターを踏襲して2段に分かれた本舞台と回廊上の2階という3層構造になっており、 舞台二段目に設置された奈落も踏襲されているが、G ロッソでは開閉式となり、普通の舞台にも変化するようになった。これを使った2階からの落下スタントや、スカイシアターから導入されていたワイヤーアクションも踏襲されたが、G ロッソでは天井裏からのロープを使った効果など高さを生かしたアクションや、それまで公演ごとに変えていた舞台セットを白に統一した分、 スクリーンが割りとして、セットやついた立に映像や照明演出が投影できることも可能となった。ヒーローショーに関しては、全席指定で E プラスでのみ販売を行っており、主演俳優公演に関しては、事前抽選販売となっている。車椅子スペースでの観覧においては、車椅子専用チケットが必要となり、専用ダイヤルから予約を受け付けている。 2011年1月30日に発生したスピニングコースターマイ姫の死亡事故と東日本大震災に伴う節電要請を受けて開催予定だった転送戦隊5星ジャーショーを打ち切り2ヶ月間の休園となったが同年4月2日の海賊戦隊豪海ジャーショーから再開されているシアタージーロッソ設備紹介東京ドームシティ2015年1月5日閲覧 ヒーローショーチケット。東京ドームシティ。2015年1月5日閲覧。2020年の新型コロナウイルス感染症の流行による緊急事態宣言を受けての中止。次なる戦場は、東京ドームシアタージーロッソ。戦国バサラ舞台化決定。マイナビニュース。マイナビ。2014年9月9日閲覧。ありがとうございます。